あおはようございます今午前6時40分なんですけど今日も月曜日今日今日も朝午前4時から清掃しましてね全部あのこうやってね全部あのここも吹きましたし窓も拭きましたしあ鏡も拭きましたしトイレもやりましたし風呂もやりましたしあの流し洗面所全部やりましてあのそしてゴミが今こうやってね また出たんですねゴミがかなりねあのここれはまあ名古屋市のゴミで明日出しますけど毎日マ、ま、フ、あ、2山山山ぐらいゴミが出ますねでまああので今日もここ吹いたんですけど水あの雑巾でねあの昨日も塩をあの博多の塩をまいて あの半日置いていってやったんですけど、やっぱり水滴がすごいですよね、うんで、こうやってもう2時間以上あの全部の窓開けてるんですね、もちろん朝一番に仏壇にでお,お経をあげて、それから神棚に、ね、お参りしてで、もちろんその時も全部窓開けた状態なんですけど、なぜか不思議に寒いんですね、この時間でも、寒いんですよ、気持ちいいんですね、もちろんエアコンなんか入れてませんよ、全然。 でかなりすっきりしましたからあのー、ねこれもねあの、うん、だから、まああのこれも LED も買いましたし足、ね、あ,あの新品白色光ってね、ででこれ家は考えてみたら言えば一日中電気つけてるんですよね、やっぱりあのー、昔から電気はつけてたんですけどさらにもう一日中やっぱりその暗いと運気が悪いです。 っていうことであの日をつけててで、まあ、ホワイトステージ耐えていますからまあうちの中煙ですごいんですけどリビングの、まあ、家の重心、ね、マンションの重心と私は寝室とでもまあこれが気持ちいいですね心地よい香りでアロマキャンドルがちょっと切れちゃったんですけど今日来ますからアロマキャンドルこれもゲタバッグとかトイレとかね寝室とかあの,その家の重心マンションの重心とかでいろんなとこに置いてアロマキャンドルを炊こうと思いましてねあのそれでいきますわあの で今日はもう9時になった家庭裁判所に来ましてまああの任意貢献監督人の申し立てと貢献監視ね、おばのその手続きしてきますからまあその収入印紙とあの切手代もあの郵便局で買ってもう朝一番にまああの家庭裁判所に電話してまあ、言ってその前に、ね、愛知銀行さん行って貸金庫行って公正証書、遺言書を出してきますからあの それがありますから、まあ今日も一日まあいろいろ忙しいですけどまあ年内に乗り切りますからいろいろやりますよもうねいろいろたまあちょっと裁判もあるんですけどね、うん、じゃあ盛り上がっていきましょう。